県内で不登校の児童生徒の数が昨年度過去最多を更新したことが分かりました。増加の背景に専門家はコロナ禍で人との関わりが減り、子どもが認められる機会が減ったことが影響しているなどと話しています。文部科学省が行った調査によりますと、県内の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒は昨年度3854人で、前年度から742人増え、過去最多を大きく更新しました。児童生徒のおよそ24人に1人が不登校という計算になります。この結果について専門家は、人とこう触れ合ったり関わったりすることが極めてこう難しくなりましたよね。この感染症の影響っていうのはかなりあると思います。25年前からスクールカウンセラーとして不登校の児童生徒をケアしている新潟大学大学院の長澤正樹教授です。感染症対策のため、さまざまな行事の中止に、時間も見学者も縮小された運動会、そして給食の黙食など、そういった学校生活が続いていることで、ある機会が減ったといいます。認めてもらいたい、承認されたいっていう欲求はあるんですが、こういう感染症で制限がかかっちゃうと、承認される機会がぐんと減ります。給食って今黙食で何も喋らないんですよね。例えばこう面白いことを言って笑わせる子なんかは、給食の場面って結構承認される機会多かったと思うんですけど、結局そういう承認の機会を失いますよね。些細なことでも認められる機会が減り、子どもたちの自己肯定感が低下、人間関係の構築や課題と向き合う気力も減り、それが不登校のきっかけになってしまうのではないかと述べました。こうした子どもたちの心にどう寄り添っていけばよいのか。物事を頼んで、困ってるんだけどこういうことしてくれないかなと頼み、子どもがやってくれたら、いや助かった、ありがとうって言うと、やっぱりこうヒーローであれ主役に近づけると思うんですよね。ね、勉強が苦手だとか人付き合いが苦手だと言っても、大人がうまくリードして子どもにこう光が当たるようにしていけば、どの子も主役に近づくことはできるんじゃないかと思うので、いろんな頼み事をしたりしながら主役にしていただきたいなと思うのが私の願いです。その上で長澤教授は、子どもとの関わりで悩んだ場合は家族で抱え込まず、行政や学校に相談してほしいと呼びかけています。